フランク・カーリー・チェックは、シュトットガルト在住のドイツのオープンソースプログラマである。彼は自身のブログにおいて、プライバシーは民主主義の基盤である。と主張している。彼は、人々がインターネット時代には自分のデータを自身の管理下に置く基本的な権利を持つべきである。と述べている。彼は00 000 000からからから,から年から、 KDE への貢献者であり、当初はウェブコミュニティとアーティストチームで活動していた。彼は00 0000002003から01から01から2003年から KDEEV のメンバーであり、0000002009 000から01から01から2009年の夏には役員及び副代表に選出された。0000002001から01から,ら2001年。 彼は kde-look.org、OK. を開始した。アッカダミー2008においてソーシャルデスクトップのビジョンを発表した。彼はさらにオープン PC 及びオープンコラボレーションサービスプロジェクトを開始した。ドイツ最大の Linux に関するポッドキャストである ADO チュックスの共同ホストでもある。000 00からからから年彼は ユーザーデータマニフェストイニシアティブを開始した。彼は、リニックスコーン、ラッテノワやオペンスセカンフ及びアッカダミーなどの会議で、基調講演を行っている。000 0000002010から01から01から,ら2010年、彼は、キャンプックドの基調講演で、オンクラウドプロジェクトを開始し、000 000000002010から06から01から2010年6月に、 バージョン1.0をリリースした。彼はこのプロジェクトのプロジェクトリーダー兼メンテナーであった。000 0000002010から01から01から2010年、彼はオンクラウドの商用バージョンを提供するためにオンクラウドインクを共同設立した。彼は最高技術責任者として勤務し、製品開発とコミュニティ関係を監督した。 零零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 2016から零四から零一から2016年4月、彼はオンクラウドインクを退社した。オンクラウドから去ってから5週間後の零零零零零00零零零2016から零六から零一から2016年6月、彼はオンクラウドのフォークであるネクストクラウドを開始した。ありがとうございます。